西宝田駅は兵庫県三木市別所町西宝田一丁目にあった三木鉄道三木線の駅である。三木線が三木鉄道へ転換されてから開業した簡便な駅であった。短式ホーム一面一線のみを有する地上駅。ほぼ東西に走る線路の北側に簡単なホームを添えただけの造りとなっている。開業以来無人駅であり、駅舎はなく、 ホームの上に短い上屋があるのみとなっていた。ホームの別所方の端から坂が降りており、駅から外部へはこれを使う。駅の別所方にはハウタ第一踏切があるため、線路を越えて南側に行くことができた。高木駅や下石屋駅などのホーム上には公衆電話があるが、当駅には設置されていなかった。この駅の周辺には、田園地帯が広がっているが、 線路の南側に集落が3つあり、学校や郵便局などの施設も近くに多くある。駅前から県道20号に出ると、コンビニがあり、駅から南に500メートルほど行くと小規模な工業団地もある。また、最近温泉日帰り施設が、駅から徒歩10分足らずのところにできた。新規バスが発着する。以下の路線バスの利用が可能。 三木線廃止後は三木鉄道代替バスが西方田停留所を経由している。この辺りの線路は1916年11月22日に開通しているが当初この駅は設置されていなかった。線路は当初番州鉄道のものであったが破綻鉄道、国鉄を経て三木鉄道に移管され、その後の1986年に相田スク駅、下石屋駅、 高木駅とともに当駅が開業した。ありがとうございます。